はみ出しクリエイティブ。はい、どうもざわと申します。ということで、今回からこちらの作品、マドソフトさんのはみ出しクリエイティブ製品版の実況プレイやっていこうかなと思います。来ましたね、久々の製品版実況なんだけど、いや、この今はみくりがね、熱いんすよ。まあ何しろね、今こうやって実況できてるのもそうなんだけど、まあ去年のね8月に実況 OK になったので、やれるんですけど、なんと今年、まあ、今月だったっけからね、クラウドファンディング、アニメ化のクラウドファンディングが、開始しまして、そちらがなんと5分でね、目標金額達成と凄まじい人気ですね。1000万だったはずだよね。それがもう一瞬で達成ということで、いやもうすげえなとで、今ストレッチゴールでどんどんね得点増やしてるということなんで、まあ気になった方はねそっちも見てみてほしいんですけれども、まあ、それだけねこう人気な作品ね、まあ特にこの金髪のね妹が人気ということでまあちょっと気になってはいたんですよね。で、ハミクリね3年前にね発売されたんですけど、体験版チロッと見ただけであんまり記憶ないんですよね。でもね、名前はねすごい覚えてるというか、みんなこうやっぱ人気の作品だから、俺もさいろいろ調べちゃって、もういろいろとこう名前がねどんどんまだツイッターとかさ出てきちゃうわけよ。それでもどんどん覚えちゃって、もうやったことないのにね覚えちゃうから、どっかでやりたいなと思ってて、でマドソフトさんの作品ねラズキューぐらいしかやったことなかったんで、ちょっとね今回ちょっとこの実況できるということを機にね、やっていこうかなということでね、今回始めていこうかなと思います。ということで、長々話してしまったんですが、やっていきましょう。ゲームを始める、スタート。始まり始まり。この声の子がみんなを狂わせたわけだなこの妹が、金髪妹が。ピックアップってなんだよ、何の話だ150連で SSR1 枚もなしって逆に、すごくない？爆死ってやつね。ソシャゲで爆死したか。ともひろくんだっけ、この主人公。ちひろくんじゃないよな。あら、かわいい。よちよち。まあ、いわゆる、あれですね。この作品、まあ、おそらくなんですけれども、お兄ちゃんは妹に勝てませんよね、みたいな感じの流れですね。この感じ。10分足らずで4万5000石をドブに捨てた兄のため、妹が4万2000個の石を買ってくれた。もうほとんどやほとんどだな。買ってくれたってどういうこと。290連でフェス券なしってすり抜けすぎじゃない。よちちまだ引く。今日の午後からランキング報酬のあるイベントが始まるので、どうか特攻付きの SSR を1枚だけでも染まってんな、ソシャゲに。すぐに起きて朝の準備するのであれば、天井までの残り3000席買ってあげる。もう妹がさ甘やかしてくるタイプねすごいよねこのハミクリ。起きる、すぐ起きる、あと着替えるから一旦部屋出てて。いいし、買ってあげたくらいで起きてくれるから鬼は楽でいいな。もう今すごいよ、鬼のいろんなところが起きてると思うよ。一旦外出た方がいいんじゃないか。心甘優しい妹のおかげで、俺は無事、ピックアップの限定 SSR を手に入れることができた。最後までガチャからは出なかった。天井だった。うん、天井あるんだね。天井あるだけいいよ。お兄の運のなさは折り紙付きだね。それでもめげずに毎回天井までガチャを回す。その不屈の精神、折れない心を、この妹は評価してあげたい。なんでこの妹はこんなに、ね、お金を出して、ソシャゲを回させてくれるのかというところなんですけれども、何一つ褒められる部分などないこの兄を、いつも気遣いを感じさせずに持ち上げてくれる、よくできた妹だ。いや、うちの日和は、よくできたなんて言葉に収まる妹ではなく、うん。ありがとう日和。俺、今回の限定 SSR、北条氏康ちゃんだけは、何としても手に入れたくて。お兄が北条氏康ちゃんを欲しがる気持ちはよくわかるよ。ん？そんなに私の担当キャラが欲しかったんだね。はい、ということで、CV 日和でございますソシャゲのね、ソシャゲ欲しい欲しいって言ってるソシャゲの CV 担当、なんと妹です。どういうことなんやろ。でも、え、
北条宇治康ちゃんの声、日和？あれ、今気づいたの？今気づいた。私の声が聞きたくて天井まで回したんじゃないの？気づくのえぐいて。いや、担当医師のののかさんが俺の教え師でさ、見てこの太ももの食い込み、やばくない？確かにののかさんのイラストはやばいけど、うん、朝から妹に太ももの食い込みについて語ろうにもやばい。あれで私の声は？声まあ自分の声の担当を引かせるために4万2000個の石の分も課金するのもえぐいけどな。日和の声も好きだよ。戦国デレーションの武田信玄ちゃんの声でやってよ。なんか生意気デレーションみたいな感じだな。人は城、人は石垣、人は尻。もう人のお尻ばっかり見てると公衆ハットでお仕置きしちゃうぞ。それ天下両成敗。三国ストリームの高宗さん、孫さんちゃんの声でやってよ。やってがもうカタカナ。炎章が攻めてきて、わしのお城を炎上させてしまいます。あ、かわいい。助けて。超うわー。あー、この高宗さんかわいいな。ちょっとなんちゃらストリームやりたいな。やきもちストリームちょっともじってるけど。うちの妹はセルラン1位常連のソシャゲで、ソシャゲで引っ張りだこになるほどの大人気声優。よくできたどころか世界有数の妹だったんだ。そうだな。いわゆる、あれだ。桜あやねのお兄ちゃんみたいな状態になってるわけだ。そういうわけではないか。それは違うか。芸名は小泉日和。小泉は本来の名字、泉をもじり、下の名前はそのまま。ヒオリンの愛称で誰からも愛されてる。あれ、これ実名なんだったっけ？そこら辺覚えてねえな。そして人気声優がゆえに稼ぎもよく、頼み込めば300連でも、3000連でも回す。3000連はやばいんじゃないか、それは。くれる奇跡のような妹だ。もう奇跡だな、そりゃ。ちょっと奇跡のベクトルずれてるけど。俺はソシャゲのガチャ運こそないけど、人生で一度きり引き直しなしの妹ガチャでは76億分の1の確率で地球最高レアを引き当てた幸運の持ち主だから。妹の人生ガチャさん扱いするコナンにとても失礼だけど、微妙に私をベタ褒めしてくれてるので許すよ。大丈夫かなこの兄弟。北斎見ながら制服に着替える兄を世界有数の妹はニコニコと見守っていて、おい、着替えを見守っとるんかい。なんか怖い。あら、澄ましてて。こうね、引くと可愛いんだよな。まあ、よりでも可愛いんだけど。引くとなんかちゃんとさ、こう、澄ましたお嬢様みたいな感じの、ね、キャラなんですけど。もう妹化すると、ね、すごいからね。限界妹みたいな。完全に目が覚めた。支度するから、下行って、もうちょい待ってて。スマホのメモ帳を開きつつ、BGM 代わりに動画を再生した。最近だと、毎朝生放送してる占い VTuber の、何これ、何だったっけ？アマノハレマちゃんでいいのかな？がお気に入りだ。みんなー、おはれるよー。本日めでたく、活動1周年を迎えました。アメノハレマでーす。アメノハ。ありがとう、褒めて、褒めちぎって。でもあれだよな、体験版やってる人はちょっとわかるかも。まあ体験版部分でもまあ出てくるんだけどね。まあちょっと、まあいいや。また動画見てる。ファニー VTuber 好きだね。好きというか、生活の一部分的なところもある。レマちゃんは土日祝日選ばずに、もう1年間解禁症で、毎朝の放送を頑張ってるんだ。すげえな。俺も配信者だけどさ、毎日は無理だぜ。本当に。土日祝日選ばずにか。一日も休まないのはちょっとすごいね。すごいね。人ごとながら実生活大丈夫って心配にはなるけども、うん、今日の天気は晴れ。関東ではところによりにわか雨があるかもって気象予報士が言ってたよ。なるほどね、横流しってことね。鬼、この人毎朝休まず頑張ってるのはすごいけど、肝心の占いが適当。レマちゃんはお天気占いみたいな勝ち目のない占いはしないんだ。結果が解釈次第で許される星座占いオンリーだよ。なんで視聴者の皆さんはそんなに心が広いの？
なんでなんだろうね。やっぱもう結局好きな人にはもう視野狭くなっていくからな。心は広くなるけど、まあ実際のところ歌ったりゲーム実況が面白い子なので、占いはキャラ付けに過ぎないんだ。それでもメインコンテンツではあるので今日の占いに注目した。今日の1位はいって座。いいことあるよ。2位は水亀座。そこそこ快適かな。そこそこなの。3位乙女座。人の顔色を伺いつつ生きて。4位獅子座。口臭に注意だ。人の顔色を伺いつつ生きてはえぐいな。10位まで進んだあたりで雲行きが怪しくなってきた。もう4位のあたりで雲行き怪しいぞ。残るは、何だったっけ、サソリ座とカニ座の甲殻類による二択。カニ、お願いレバちゃん。あ、カニ座なんだ。11位はサソリ座。通勤通学の途中でトイレに行きたくなるよ。そして残念ながら今日の最下位は、あら、動画はそこで途切れた。途切れたというか、そっと閉じた。今日のレマちゃんには低評価をつけさせてもらった。もう一人よがりやな、その。ね、自分で興奮して自分で低評価つけて、すごいな。そこで低評価つけちゃうの？占いの結果を言っただけなのに。この子かわいそう。なかなか人出だしたね、鬼。本当だよ。最下位だった視聴者が低評価をつける行為はレマちゃんも認めてるんかい。あ、そうなんだ。占いの性質上仕方のないことだ。おみくじを木の枝に結ぶのと同じだ。一方で低評価をつけられても評判を下げずにやり過ごせる巧妙な策でもある。さすが現 VTuber 視点くんの一角。ゲーマー四天王みたいな感じだな。ゲーム実況者の、の一角。精神がタフだ。レマちゃんは可愛くて頭がいい。さすがは毎朝10万再生の売れっ子なんだよ。とても優しい目で見守ってるのがたまらなく心配。うん。鬼って VTuber の中の人にガチ恋そう。ねえ。で、今、ものすごく上から見下されつつ乾いた笑い方された。なんだ、バカにされたのか、バカにされたのか。私はもう完全に染まってますね。もう完全に V オタです。主人公。そして妹は妹で、まあいろいろとちょっとお兄ちゃんに染まってます。 VTuber の中身がおっさんだった事実なんて過去に何度もあった。うん。だから俺はライバーを見るとき中身がおっさんである想像を常に欠かさない。想像ね。 VTuber なんて正体のわからない相手にガチ恋はしないよ。今俺がガチってるのは神絵師のののかさん。彼女はリアルで現実に存在するからね。お兄の人生と一切交わりがない点では VTuber の中の人も絵師さんも変わらないのにね。一体何がお兄を勘違いさせたというの。ね、妹に向きなさいみたいな感じ。ひよりさんは。まあガチ勢といったところで、イベントに行って直接会ったりする勇気はない。ああ、ないんか。俺は人畜無害で安心安全な行動力のない人間だった。まあそれはそれでいいけど、お金も落とさねえってことになるよ。まあでもそこはあれか、取り寄せるのか、同人誌とか。あ、じゃあ行ってきまー。行ってきま。幕末ハイスペックの沖田総司ちゃんの声で言ってよ。一番隊員市中見回りに行ってまいります。不定の輩はバッサバッサと切り捨てちゃうぞ。うん。お土産は三色団子でいいですか。なんですぐ出てくんだよ。お出かけの準備を済ませて玄関に立つ私服の妹。片やそれを見送る俺は制服だ。兄弟で同じ学園へ通っているにもかかわらず、少しちぐはぐな光景だった。午前中は収録。うん、午前中だけじゃなくて今日は一日収録。あら、夕ご飯までには帰ってくるよ。わー、これ芸能人はほんとこういうところあれっすよね、大変っすよね。なんか移動中のバスで、こうバスとかタクシーとかでね、なんか勉強みたいな。付き合いがあるなら夕食の時間は気にせず。むしろそういうお付き合いが面倒なので兄の存在を利用させてもらってる感じ。兄の存在。収録現場でも家族思いキャラで定着してるから、食事や打ち上げを断っても角が立たなくて、お兄とても便利。お兄とても助かる。うん。
じゃあ、鬼、あれだ。もうこのままさ、声優業界行って、ね、二組目の内田真彩姉妹みたいになろうぜ。ねえ、鬼、弟が、あ、じゃあ弟か。あ、じゃあお姉ちゃんと弟か。うん。だけど、もちろん兄弟でやっちゃおうぜ。俺が日和の仕事の邪魔になってなければ何でもいい。うちの妹は仕事熱心で家族思いだ。アルバイトもしていない、この兄をよく養ってくれて養う。え、家族は？その一方で学業はおろそかだ。勉強はしているらしく、成績は優秀なのだけど、単位と出席日数は最低限でいいと言い、あまり授業に出ていない不登校ってやつだ。まあ、しゃあない部分はあるけどな。いってらっしゃい。行ってきまーす。バウ。バウ。なんや今のバウは。せっかく同じ学園に通っているのだし、たまには二人で登校したいなーなんて思いつつ、飼い主、飼い犬。名前は、スケマサ。スケマサ。そんな名前だったっけ？共に、日和を見送った。すごいな。バウ！怖えよ。いきなり帰ってきて、バウ言うてきたな。お。陰キャの朝は早い。人の多い時間に投稿しようものなら、楽しく会話する周囲の声を BGM に、肩身の狭い思いをしつつ、もそもそと、昇降口を歩く羽目になる。なんか、おはようとか言わないの？なら、早い時間に来るのではなく、ギリギリに到着すればいい、と考えるかもしれない。というか、俺もそうしてた。ところがある日、時間ギリギリに投稿すると、陽キャのチャラ男二人が俺の机を椅子にして会話をしている。最悪だな。結局、そこ俺の席なんで、と申し訳なさげに声をかけて尻をどけてもらった。あ、ごめん、みたいな。なんか毎回毎回、ごめん、ごめん言うてるけども、全然治らない、みたいな。なぜ、自分の席へ座るのに遠慮しなければならないのか。なぜ声をかけるのに申し訳ない気持ちを覚えるのか。俺は傷ついた。以来、俺は辛い思いを二度としなくて済むよう、こうしてホームルームの30分前に投稿していた。もう早めにね、座っとけば、占拠しとけば。もうそういう状態にならないと。で、うん、次の表紙にも載せてもらえることになってね。うん。もちろんピンじゃないんだけど、やっぱり嬉しくって。アメリ、アメリー。ごめん、すいません。なんでもないです。だというのに、今朝も俺の机に尻が乗っていた。あ、素晴らしい尻だな。野郎よりはいいよな、全然。最高じゃん。この尻の持ち主は、龍冠アメリ。ある、有名な映画のヒロインと同じ名前らしく、もっぱら下の名前で呼ばれている。おん。毒もとかやってて、学園単位で人気のある子だ。そう、毒もでね、なんかすごい人気なんだよな。つまりは、陽キャの中の陽キャ。いわゆる、教室内カースト最上位。今が江戸時代で、死の交渉に例えるなら、老中、大老かもしれない。かたや陰キャの俺は、死の交渉で言えば、カゴ担ぎ。大老の一言で、内首獄門になる身分さ。当然、陽キャの会話の邪魔など許されるはずもなく、目前の尻を呆然と見つめた。うん。見つめられんのね。どかねえんだ、見つめてんのに。で、うん。今日の放課後フィッティングでね。うん。新作の服着られるの、すごく楽しみで。いや、もうアメリさんいいよな。ちょっとね、トツ気になってんだよね。トツになんとアメリさんルートがあるみたいで。そう。ちょっと気になってんすよね。ただ昨日念のために体重測ったら気持ち増えてたんだよね。腰回り太ったかな。尻がデブとかやばいって。尻がデブが一番いいんだから。アメリさん、まあ、ちょっとモデルはきついか。モデルだときついか。机に乗った太ももがムチリと動き、目の前で龍冠が足を組み替えた。俺はこのくらいの肉付きが好きです。もうそれが素晴らしいんだよな、やっぱり。しかし、いくら好みの足とはいえ、顔見してるのに気づかれたら教室内でいろいろ終わる。眼球周りの筋肉をギギギと引き締め、視線を無理やり窓の外へ向けた。まずさ、どいてもらおうぜ。あ、ごめん、ここ俺の席なんだけどって。というか、これだけ近くで立ってても、俺の存在に気づかず会話続けるのって、すごくね。確かにな。座ってんのにね。座るまでの動作でギーとか言って音するはずなんだけど。もしかして光の屈折とかの関係で俺の姿見えてない？いるよ。今
月号の表紙も原本見たら結構私の腰やばくて。うん、あ、明日持ってくるね。アメリが表紙、まあすごいんじゃん。つかアメリさ、ガルコレにも出る的なこと言ってなかった？東京ガルーダコレクションガルーダなんかなんでそんな、なんか飛びそうな。あの世界規模でどでかいファッションショー、モデルも女優もアイドルもがっつり来るやつだ。あ、うん、運よく選考に引っかかってね。これってすごくチャンスだから頑張りたいなって。なんだっけ、応募総数25,000人で受かったの11人だっけ。えぐすぎるて。倍率2273倍じゃん、うん、すげえなアメリすげえどころじゃねえぞマジで。2500÷11の計算早いな。死者誤入までバッチリだ。そっちの方がすごい本当だなどと心の中で毒づいては見たものの言葉の内容には共感した。読もやファッションの世界に興味ない俺でさえガルコレくらいは耳にした覚えがある。ガルーダだけどな。しかしそれだけの話題にもかかわらず聞き手二人の反応がなんだか鈍い。うん、確かにね、なんか興味なさそうな。じゃあ表紙の記念に放課後はアイスでもおごってやっか。え、ありがとう。うん、私今日の放課後フィッティングで。そうなんだよな。マジでアメリ最近そういうの多くね。あー、ちょっと忙しいからね、一緒につるめないと。あー、善意を無限にされるとうちらも結構傷つくわ。ごめん。あの、そこ俺の席。勇気を振り絞って声をかけてみれば、25,000人の中から選ばれた尻はあっさりと離れていった尻が選ばれたわけじゃないと思うけどね。なんとかくんに怒られちゃった。最悪や。自分の席戻ろう。もうなんとかくんの時点で最悪や。もうもはや、カゴ担ぎの名前など思い出すのすら放棄された模様。泉だよ。ありがとう。しかし去り際、龍冠はなぜかお礼を囁いていった。助け舟を出したつもりはなか、文句を言わずにどいてくれたのだから何でもいいやまあでも今のありがとうあんまり響かないパターンやな。もう早くどいてくれっていうもうグテーってやるパターンだよな。たださ、今さグテーってやったらちょっといろいろやばそうだから、まあやらないんだろうな。自分たちの席へ移動した彼女たちは放課後に食べるアイスのトッピングの話題で盛り上がっていた。一人行かないんじゃなかったっけ。ちらりと様子を伺ってみると、案の定貼り付けられたような笑顔をした龍冠が、場を盛り上げるための相槌マシーンとかしていた。あー、そういう感じか。アメリさん。ホームルームの時間が近づく頃には、教室も賑やかになり、会話の声の種類が増えた。一方、俺には話し相手などいないので、他人の会話を無造作に頭の中へ放り込みつつ、手に入れたばかりの限定 SSR をスクショして、つぶやっきーにあげたりしていて、つぶやっきー今、X になったからな、つぶやっきー。すごいぞX になったからな。20人しかいないフォロワーから、いいねが一つ。しかも、鍵やか。この人、いつもいいねくれるけど、フォロー申請しても帰ってこないんだよ。誰だ？あ、センデレやってるんだね。おお。後ろの席。しかし、ネット上の人間ではなく、リアルの人間に画面を覗かれる危険を想定していなかった。後ろの席の、新川に見られた。なんか、新川さんも確かなんか、ルートあるんだっけ？ちょっとわかんねえけど。なんかね、トツの方で、なんかちょこちょこルートが増えたりしてるらしいんだけど、ちょっとあんまりよくわかんないです。戦国デレーションこと、センデレね出た。生意気デレーションな。には、男性武将もいる。けど、俺はキャラ萌え勢なので、女性武将でしか軍団を編成していない。具合の悪いことに、今日はたまたま露出度高めのキャラが多かった。やばいじゃん。鍋島直茂ちゃんは、ちゃんね。は、限定スキンの水着着せてるやつだ。津軽、ためのぶちゃんに至ってはバニー。新川も、センデレやるんだ。俺も好きな声優が出てて、たしなみ程度に。ヒロムでいいよ。
鍋島直茂ちゃん可愛いよね。おお。津軽為信ちゃんも人気あるし、というかレアキャラ多いね。あれ、こいつって男子だったっけ。もうあんま覚えてねえな、男子枠とか女子だったっけ。うわー、キャラ全部見られた。これは言い訳できない。すがすがしいまでの萌え豚。今日いつもより来るの早い。早くない？いや、進化だけじゃなくて全体的に。ひとまずこれ以上触れられたくなかったので、センデレから話題をそらした。露骨ではあるけど、その分意図は察してくれるだろう。普段はこの時間、なんかもうちょっと少ないような。だって今朝全校集会あるって昨日。もしかして帰りのホームルーム聞いてなかった？おいおいおい、大丈夫か。あ、でも男子っぽいなこの感じ。いや、どうなんだろう、もう覚えてねえわ。3年前で記憶にないってことは多分、うん、記憶にないわ俺も。仕方ないなぁというため息とともに微笑まれた。そんな柔らかい表情をされると、もともとが女顔なのもあって、まるで女子そのだよなぁ。そっか、男子枠か。顔にてかさ、男子なのに、まあ、男子だからといってちょっと偏見はあるかもしれないけどさ、こんなヘアピンされてたらもう女子だぜ。顔の前に、顔に罪はないのだけど、この妙に女子っぽいところが進化を友人と呼べない理由の一つだ。なんか、うん、普通に可愛くて、うん、そうだな。昨日のホームルームで大切な話があるから遅刻厳禁だって言ってた。病気なんかの場合を除いて必ず来るようにって。うん、でも来てないやつもいるような。我が妹とかな。うん、一人だけは。というか今日だけじゃなくて、転校してきた初日以降一度も見てないよね。不良か。なんだそいつ。3人で視線を向けたのは俺の隣の机。もう2ヶ月以上空席のままだ。もう終わりじゃん。もしかすると今日の全校集会はその話かもね。不登校の生徒についてとかって。え、それはさすがに各クラスで言えばいいことであって、生徒全員集めてまでは。それが玉学、割と不登校の生徒が多いみたいで。玉学、それはなあ、人ごとじゃない。うちの妹が大絶賛不登校中だ。なのであまり大ごとにして騒いでほしくない。まあそうなりそうな気配があればミリさんから話があるだろうけど。ミリさんな。というかうちの学園、生徒会長が不登校だって噂だね。あ、生徒会長ってどんな人か覚えてないけど、マジで入院したとかじゃなくて？僕も詳しくは知らないけど、まっとうな理由ではないみたい。先生方の間で問題になってるって。もう生徒会長不登校はもう帰ろ。そろそろ。それ問題の一言で済ませていいんだ。どうなってるの、ダマコ。これなんだっけこれ。これも千玉学園の忘れちゃったよ。生徒会長行方不明事件とか炎上する案件じゃないといいけど。ルビを振ってくれ。あ、千玉か。一昔前の千玉市は犯罪が多かったと聞く。眉唾だけど、都内の端っこにあるから川の向こうへ逃げれば警察の管轄が変わって捕まらないとかなんとか。ただまあ、生徒会長が事件に巻き込まれようと、それこそ対岸の火事だ。俺にとってはその不登校騒ぎで日和の出席状況にまで追及が及ばないかが心配だ。うん、いよいよ今日の全校集会が不安になってきた。日和は今日も登校してないし、まずいかもしれない。うんね、絶対登校しなさい言われたのに、ちょうどね登校できないと。いやでもそんな話であればミリさんから事前に相談あるはずなんだよな。おはよう。じゃあみんな席ついてスマホしまえ。きたー、きたー、最強。確かこの方ですよね。アジさん、まさん、これミリさんだよね。ミリさん。これだよね。佐藤って書いてミリだっけ。全校集会の内容に不安を抱いていたら日和の味方がやってきた。全員いる？いるよね。あれ、時
はいなくない？え、なんで？ちゃんと来てってメール送ったし。時は。あー、この胸で挟まれたい。いや、メリ先生、うちらに言われても。まあいっか。昨日言った通り、今から全校集会なんで。はい、これからすぐ移動。バチバチまつげの教師に。すごいよな、この格好な。にの教師にせっつかれて、クラスメイトたちはゾロゾロと教室から出ていった。そんな中、俺だけは自分の席で突っ立っていた。移動する前にミリさんに一言尋ねたい。あ、トモスケだけちょっと来て。トモスケ。声をかけるタイミングを伺っていたら、ミリさんの方からご指名があった。もう脳殺する気満々じゃん、この胸。すごいな。どうなってんのこれ。下乳は。俺とミリさんが親戚関係にあるのは、そうなんですよね。いとこみたいな感じなんだよな。始業式の段階で説明済みだ。呼び止められたところで特別気にするやつはいなかった。ひよりん、今日登校してきてる？やっぱりその話。学園には来てないです。一日中仕事って言ってました。やっぱそっか、キャンやばいよね。キャンやばい、今朝そっちの家寄ればよかった。キャンやばい。言っても仕事ならどの道仕方ないじゃんね。しゃあない、移動しよっか。あの、今日の全校集会って不登校関連の話ですか？日和に関係しそうな。体育館へ向かおうとしたミリさんの手を捕まえて尋ねてみた。手を捕まえて。いや、それはない。そんな話になってたらそれこそ事前に寄ってるし。よかった、安心しました。じゃあ何の話なんです？だからそれを体育館で話すんじゃ。はい、移動。捕まえた手を逆に握られて引っ張られた。そんなに力を入れなくても逃げやしませんよ。いいよな、こういうお姉さんキャラ攻略したい。全校生徒の集まった体育館の壇上でマイクを握っていたのもミリさんです。ミリさんすげえな。しんとした空気の中、ミリさんは一度ため息をついてから声を発した。生徒会長逃げたし。なんか数週間ほど連絡取れなくて、昨日ようやく返事来たと思ったら今四国にいるとか言われてさ、マジウケる。まず自己紹介から入ろうぜ、ミリさん。 お前らわかるやろみたいなノリで入っちゃってるよ、完全に。私のことをね。え、なんかね、もうこういう流れでいつもやってるんですかね。館内の誰にも受けている。でしょうな。受けていなかった。全員が首を斜めにかしげていた。もちろん俺もかしげていた。オリマソンなんで、今のおたまかく何気に生徒会長が不在なわけね。それやばいじゃん、うん、やばい。やばいじゃんと言われたものの、ほとんどの生徒は我関せずな表情を浮かべていた。生徒会なんて普段何をしてどんな形で学園に関わっているか知るやつは少ないだろう。俺だってそうだ。3日後にこの辺の生徒会集めたシンポジウムをうちの学校でやるんだけど、それ休めないので。なんで今ここで生徒会長を決めるから。オケマル、スイさん。いや、マジで今決めるよ。生徒たちがようやく事態の深刻さを理解したと察知したのか、ミリさんは大事な部分だけを繰り返した。生徒会長何やってんだ。それまでのほほんと話を聞いていた俺たちは、誰もが一様に眉間のシワを深くしていた。あーんっつって。お互いに頬をつねり合っている生徒もいた。これ夢じゃねえよなっつって。候補いればいいんだけど、誰かやんない？推薦でもいいし。いたら手あげて。内心ギャン上がる。内心はギャン上がるね。もうグイーン上がっていくね。このテンションに合うやつ、ついてこれるやつをあれにしたらいいんじゃねえか。推薦くらいはあると考えていたのだろう。1分経過しても誰一人声を上げない様子に、ミリさんは困ったねと言いたげな苦笑いを浮かべた。いや、苦笑われても全生徒会長が逃げ出したなんて聞けば何か問題のある業務なのかと疑って立候補なんてする気にならないだろう。怖くて推薦もできない。そうだよね。推薦したいけどその人にちょっと悪いよなみたいな。なんだこれ。やがてまだ呆然としている俺たちの手元に、教員が筒のようなものを配り始めた。なんだこれ。卒業証書を入れる筒が手のひらサイズまで小さくなったみたいな。じゃあ時間ないし、生徒会長くじで決めるので、一人ずつ引いてたら時間ないし、全員一斉ので蓋を上向けてくじ開けて。
雑だな雑だな、もう最初からずっと雑。開けなかった子いたら教えて、そしたらその場で生徒会長決まりみたいな。オッケー丸？ついさん、話についていけない、または反骨精神を発揮してくじを引かない生徒がいるの、いるの前提での脅迫だこれ。全員が慌てて筒の蓋を握りしめた。もちろん俺も神や仏や天国にいる父や母に祈るだけの猶予もなかった。あ、そか、天国にいるんだ。いやーでもきついよな。せーの。お、寸前誰かの声が聞こえた。え、これ当たったらどうなるの。うん、え、なんで、どうしたどうした。こうなった。俺の手元からロケット花火が打ち出され、やがて当たりだよーと書かれたパラシュートがふわふわと頭上に舞い降りた。もうなんか無駄に高性能だなこの筒当たりだよじゃねえんだよ。まあ8時だよみたいな感じでさ、よがカタカナになっとるやん。なんでこんな手の込んだ仕掛け作ったの？暇なの？壇上のミリさんはもちろん、並み居る教員、全校生徒の視線が俺に集まった。陰キャの俺がこれほど目立ったのは人生でも初めてだ。まさかな。何百分の一の確率だと思ってるんだ。まさかな。まさか。まさかしてまさかなんだけど、これまさかじゃない？そういえば、天野葉レマちゃんの、今朝の占いで自分の星座が最下位だったのを思い出した。そうだねちゃんと見てないから、なんかもしかしたらなんかラッキーアイテムとかあるかもしんねえじゃん。ほら見てないから。当選おめでとう。千玉学園の次期生徒会長は2年 A 組の泉智弘くんに決定。やったぜ。なんか仕組まれてそうだな。それじゃあ壇上へ登って初心表明をやろう。無理。初心表明をやろう。無理そりゃそうや。こんな雑に決められて、初心表明をよろじゃねえんだよな。言ったのね。それで。それから俺は、一躍時の人となった。悪い意味で。大丈夫かな。何百分の一の確率で外れくじを引く豪運もさることながら、生徒会長という役職がまたいい話題の種だ。その場でできたあだ名がくじ引き会長、くじ引き将軍と呼ばれた室町幕府六大将軍足利義教にちなんでの別称だ。つっかかれやばくね。ああ。あの状況で一枚のくじ引き当てるとか、人生の運全部使い切ったんじゃね。ワンチャンあるそれ、うん、ていうか彼に引いてもらえるのならうちの学校も安泰だよ。みんなのために己の人生の運すべて使い切ってくれるんだから、自己犠牲の精神だよ。そのなんか海外じゃねえんだから彼言うのやめたれな。名前で名字ぐらいわかるやろ。名字ぐらい泉や泉泣ける話。すっごい千年に一人のイケメンじゃん。名前知らないけど。名前知らないわな。それはな、彼言うてるし。空気の人が時の人というなんとも微妙な状況だった。やれやれ、彼は何君だっけ。お前もわかんないのか。あんなに目立たないやつが生徒会長でうちの学園は大丈夫か。男子は分かっとけ。黒子のバスケでも分かっとるわ黒子。普通に名前知ってる人多いぞ。おー、もう黒子以下かこれ。いやいや全くその通りだ。せめて能力は考慮してほしかったね。じゃあお前立候補しろ。何がせめて能力が、お前が立候補しろ。じゃあだったら喜んで変わるので交代してくれ。いや変わるというかそもそも断るつもりだ。何一瞬でも引き受けるつもりになってるんだか。いくらなんでもくじで当たったからといって拒否できないわけがない。どんなブラック企業だ。漫画付きで拡散したら1万 RT は狙える。そうだな。もううっす。トーマスケ一緒にお昼行こっか。ねえなんだね、 X でもうつぶやいたれ。つぶやっきーでハラスメント型上司によるブラック企業系のつぶやきを漁っていたら、俺の上司ならぬ教師がやってきた。昼食の時間だ。何やられんのか。ここ生徒会室入ったことあったっけ。ま、これからともすけの部屋になるわけだし好きに使えし。まああれだな、まあ受けなくもないけど、じゃあ一旦ちょっとその胸で挟んでいただいてみたいな。生徒会長から逃れさせない気満々だ。もう少し、侵蝕の余地があるものだと。ミリさん、
正気か侵略の余地いきなりどうしたお前は。まさかトモスケにくじ当たるとは思ってなかったでしょう。ウケるよね。やっぱ当てたんだな。仕込みはなしで。なんで言われてみれば、仕込みで俺を生徒会長にするくらいならもっと適任な人選をするか。ってことは本当に運が悪かったんだな。桶狭間の今川義元くらいついてない。ため息まじりの日和の作っ、ため息まじりに日和の作ってくれた弁当を机の上へ置くと、ミリさんもコンビニの袋からポリスチレンのパックを取り出した。どうなん。きつい。生徒会長ですか。無理に決まってるでしょ。なんすかくじ引きって。これちょっとした社会問題ですよ。本当だよな。うちも生徒の実践に期待したかったんだけど、立候補も推薦もないからさ。まあ、なんもないってなったのはしゃあないか。さすがにか。先生の推薦はダメなのか。逆に、あ、そっか、それはダメか。だからってくじ引きはないでしょ。そんな昭和の漫画のノリみたいな無茶ぶりに、ミリさんが加担するなんて。令和生まれに鼻で笑われますよ。令和生まれとか、まだ毛も生え揃ってない連中でしょ。殴り合いなら、うち絶対負けねえし。おお、スケバンか。あ、じゃあくじ引きじゃなくて殴りっこで会長決める。喧嘩だと捕まるから、柔道か剣道で儒教の一環にしてさ、くじ引いた友助は強制参加みたいな。最悪や。おお、待ちください。それはもう昭和通り越して中世でしょう。どんな武断政治ですか。ならどうやって生徒会長を決めんの。そりゃあ我が国は民主主義なのですから、一度クラスに持ち帰らせて話し合わせるとかいろいろあるでしょう。時間あと3日しかないんだってば。取りまかりでもいいから誰か指名しないとじゃん。その方がまだ聞こえはいいので、指名制にしてください。じゃあうちが指名するわ。くっそ、俺かよ。完全に論破された。会長がいなくなったってのにもびっくりですが、そういう非常事態の備えに副会長っていう約束があるんじゃないんですか。そのためのナンバー2でしょう。前の生徒会長が使えないよって他の役員全員追い出しちゃって、副会長いないんだよね。追い出しちゃって。それはそんな状態での活動と生徒会長の選考を認めていた学園側の問題ですね。いや、うん、だからその問題の責任を取って教頭は顧問を降りたんだ。おう。で、次の顧問に白羽の矢を立てられたのがうち。誰にだ。教頭の責任を追及するだけの行動力があれば友助やってよ。うち応援するよ。で、それはそれとして、うちは生徒会の運営しないといけないからさ、生徒会長やってくんない。余裕で拒否できると踏んでいたらいつの間にか説得されかかっている。頑張れ俺。嫌なことは突っぱねろとつぶやっきーでグラさんのおっさんが言って嫌なことは突っぱねろ言ってたか。指名だったり誰かやらないといけなかったりは理解しましたけど、それでも拒否はできますよね。いくらなんでも本人の意思は無視できないはずですよ。というか拒否できない言われてもバックれますけど、ここへ来なければいいだけだし、生徒会の業務に当たる理由もないので。うちさ、ひよりんに副会長やらせたい思ってて。おお。あ、え、あ、ひよりひよりに副会長。いや、それは日和の忙しさを考えると無理だよ。つか、その忙しさのせいで日和正直出席日数やばいじゃん。無理やりでも内心稼がすみたいな。なんで突然うちの妹が出てくるのかと思ったけど、むしろそっちの話がメインの気配だ。で、それ前から心配してたし、生徒会の顧問やれ言われた時、理事長と学院長いたから、うん、せっかくだし聞いてみたのね。ほうほう。日和の出席日数についてですか。それだとヤブヘビになりそうじゃん。なんで生徒会やってくれる生徒いたら単位とかの便宜測れません的な感じで大雑把に。雑に。それ漫画とかゲームで時々見かけますけど、現実にできるものなんですか。ここ法治国家ですよ。芸能家のある学校あるじゃん。あれ的な感じで試験受けてレポート出せば特例で単位くれるって。で、単位さえあれば進級いけるんだって。あ、そういうね。うちが補習するって扱いで、土日祝と夏休み冬休みの日を出席扱いにするとも言ってくれたし、それって実質何もしないと同じじゃんね。あー、もう上の一存ってことね。まあでも確かに学園側からしたら、まあ、そういう人がね
一人こういてくれるっていうのはありがたい、その話ではあるのか。でもだ、あ、でもあれだよな、大々的に出すわけにいかねえのか、こう誰々ですみたいな感じで出せないか、そのなんか横断幕みたいな、まあそれはそれでも微妙な立場か。ああいうのってやっぱさ、学園側からするとこうスポーツとかさ、そのなんていうの、一般的に認められてることって言ったらいいの。まあアニメとかね、そのソシャゲのボイスとかの声優さんもね、まあ認められてることではあるけど、なかなか出しづらいところではあるからな。やっぱ部活みたいな流れでやっぱ全国大会とかね、出したいところではあるよな。あ、マジでいけるんですか。でもそれだとかなりいい加減な制度でも温情次第で進級できるって話になりそうですけど、もう汚職が汚職というか、なんかいろいろやばそうだよ。普通は学園側が認めないから無理だね。まあな、今回は特例なんだってば。でも学園が認めちゃえば OK だからな。なんで今回に限って特例が認められるんです。選考集会の時、うちの学園主導で3日後にシンポジウムやるって話したでしょ。それ参加できないとうちの生徒会に人いないのバレるからじゃね。まあな、そっか、そんなのあったんだな。それがうちの教頭の失態だって知られたら、さっきともすけが言ってた通り大問題だろうからさ。理事長も学園長も必死なんじゃん。うちもはっきり言われたわけじゃないけど、タイの話持ちかけたら悩んだ末に特例でって念押しされたからさ、そういうことなのかなって。ちなみにその特例がないと日和の進級って危ないんですか。全体の3分の1休んだらアウトだし、うん、結構やばいかも。まあ大体そうだよな。今の時点でやばいのなら、これからますます忙しくなりそうな日和の様子を見るに絶望的じゃないか。でも日和にそれ説明したところで生徒会入らないじゃん。もうてか日和はあのもうこんな学校にいないで、なんかちょっと転校した方がいいんじゃないか。それ、そういうところオッケーな学校で。でしょうね。忙しくて生徒会の業務なんてほぼ関われませんし、普段からの言動を考えると進級できなければ学園辞めてもいいやくらいに考えてそうです。だからいっそイオリンにくじ当たればいいなくらいに考えてたんだけど。当たっても断りそうですけどね、イオリンの場合。でもトモスケが会長やるならイオリンも参加しそうじゃね。あ、ノリで。そういう、ああ、席だけ置けばいいのであれば参加するかもしれない。俺らくらいの年齢になると兄弟とかってお互い干渉したがらないものだと思ってた。だけどありがたいことになぜか積極的に関わってくるんだ、うちの妹ね。むしろ売り込んでくるからね。うん、もう自分の、ああ、もう私のことを好きなんじゃーんとか言ってさ、もうね、4万2000石4万2000分の石くれるからな。その日和の進級がかかってくるとなれば、生徒会長の話に関心を抱かざるを得ない。自分が生徒会長なんて考えたことないけど、話だけは聞きましょう。生徒会長って具体的に何をすればいいんですか。うちも顧問になったばっかだし、細かい業務内容はこれから覚えるんだけど、まず任期は11月まで。トモスケは5ヶ月の間頑張ってくれれば交代だよ。早っ。5ヶ月。長い時間ではあるのだけど、1年間やらされるものだと考えていたから少し気が楽になった。うん、確かに。とりま、他の業務は考えなくていいから、今の急務は3日後のシンポジウム。これ参加してもらいたいんだ。座ってるだけでいいから。まあ確かにね。定裁ってのがあるから。シンポジウムって何ですか？単語だけは聞いたことありますけど。一つの議題についてみんなで話し合う的な。おう、お互いに意見を交換して地域全体の学園生活を豊かなものにしましょう的な。まあそうなると黙ってるだけは難しいんじゃねえか。言うて昔は真面目に討論するのが目的で、そのために講師とかも呼んでたらしいけど、うん、今はそれもなくなって血だましの生徒会の顔合わせ的な意味合いみたいよ。とりあえず皆さん来ましたねみたいな。生徒会長になった場合、俺はその場で何をすればいいんです？そうか、うちも今調べてる最中でさ。おお。教頭に尋ねても前会長に全部任せきりだったから何もわかんないらしくて。連絡も取れねえのか。ひでえな教頭。とはいえ黙っていても任せられるのなら誰でも無関心になるものなのかな。俺だって家事については日和に任せきりで何もわからない。家事も仕事も任せてんだ。
その前会長って会えます？その人なら何をするか知ってるみたいですし、会って尋ねたいのと、それとは別に一度文句言っておきたいんですけど、まずさ、なんか四国行ってんじゃないの？めっちゃ当たりきついけど平気。マジで？あ、やめときます。弱っ！かわいい。アジさんボイスの弱ーかわいい。ちょっともう一回いい。どれだっけ？あ、お気に入りボイスなんだ。あ、マジかよ。知らなかった。お気に入りボイスじゃあ、ちょっと、登録していきますわ。その通り、俺は弱い人間だ。ただでさえ会長に選ばれて悪目立ちしてるのに、きついと言われる相手と衝突でもして揉め事を起こしたくない。これ前会長の連絡先と住所、学園の連絡網に載ってる範囲の情報ではあるんだけど、相手女の子だし絶対赤の他人に漏らさないでね。そこには鎌倉塩という名前と来ましたね。住所、スマホの番号、メアドが載っていた。塩さん、塩じゃないからな。塩だから。住所は、千玉駅前の一等地だ。なかなかいいところに住んで、部屋も15階リッチだ。聞きたいことがあれば会いに行ってきなよ。今はまだ四国らしいから、家にいないだろうけど。今は四国って。今は普通に登校期間中ですよね。だからそういう子なんだって。うん。ある日突然、生徒会長を辞めますって電話してきて、以後音信不通。一人暮らしだから本人に連絡つかないと意思疎通図れないし。まあもう金持ってるし、もう人生どうとでもなれみたいなね。マイペース人間か。それって許されるんです？許されないけど、いないものはどうしようもないよね。まあな。そこまでするからには退学になるのも織り込み済みじゃんね。無敵なんだよ。無敵の人ってやつ。無敵で済ませていい問題なんだとは思うけど、うちの日和も似たような状況だった。連絡こそ取れるけど、仕事仕事でろくに投稿していけない。いないか。ま、今いない人間を訪ね歩くよりも、友助は勧誘行ってきてよ、生徒会役員の。はい、俺が勧誘？誰を？だから他の生徒会役員。うん。イオリンは実質参加できないようなものって、ともすけも自分で言ってたじゃん。かといって一人で運営するのも無理でしょ。だったら自分で他の役員勧誘するしかなくない？まあな。やですよ。いやというか無理です。初対面の人間にいきなり話しかけて、生徒会入ってとか言えるわけないでしょ、俺が。どうせ俺だってくじ引きで選ばれて強制的にやらされるんだし、他の役員もミリさんが指名すればいいんじゃないですか。昼休みまでの間にとりあえず2人だけリストアップしておいたよ。おお、2人？あ、本当にミリさんが指名するんだ。売り言葉に買い言葉を使うんじゃなかった。これまで接触のない相手と5ヶ月同じ空間で過ごすって。それがきついだろうから自分で勧誘してきてよ的な。ともすけが選ぶ側なんだから、合わないと思ったらその子は誘うのやめとけばいいじゃん。なるほど。偉くもないのに偉そうだけど、こちらに選択権があるのは気持ちが楽だ。ただ日和の単位がかかってる俺とは違い、相手には拒否権がある。選ぶ権利はあっても、勧誘は頭下げてお願いしなければ一人で生徒会やる羽目になる。きついね。リストアップしたってことは適当に選んだわけじゃないみたいですけど、選考基準は何ですか？日和と同じ不登校の子。まあそうなるか。不登校？不登校？二人とも？そうそう。ヒヨリンと同じように出席日数と単位の面で便宜を図れるのなら、進級できる子を増やした方が良くないみたいな。ねえ、みたいな感じで。それなら説得できる材料も増えるじゃん。マジかと思ってリストを手に取ってみれば、一人は1年生、もう一人は同学年2年生だった。いや、同学年どころかこれは、時はカノ、カノさんな。トキワってうちのクラスのどころか俺の隣の席の。そう言ってたね。そうそう、トキワ。まるで面識のない相手よりは気が楽でしょ。気が楽と言われましても、席が隣でありながらトキワカノと教室内で言葉を交わした覚えはない。ただ彼女に関して言えば、教室内の誰も会話らしい会話をしていないはずだ。時はかのは今の学年になってからの転校生だ。
それも転校してきた次の日から登校してこなくなった。教室にいたのは1日だけだ。みんな口にはしなかったものの、4月中頃は内心何しに転校してきたんだろうと思ってた気がするんだろうな。全然来ねえやんつって。いや、時輪に関してはうちが投稿させないといけないんだけど、うん、最近は電話も拒否られちゃってて、正直お手上げなんだよね。家行ってもダメみたいな。ともすけが時輪を投稿させるきっかけだけでも作ってくれたら、生徒会抜きにしてもマジで嬉しい。普通なら無理だ。ミリさん相手にも固く心を閉ざしてる。それも女子なんて、年の近い男の子なんて、あ、女の子なんて日和くらいしかまともに会話できてないのに。しかしその名前を見た時にわずかながら賞賛が見えた。賞賛とも呼べない。他の生徒と比べてほんの少しのアドバンテージだけど、これはもしかするとワンチャンある。わかりました。今日の放課後時輪の家を訪ねてみます。マジで？ともすけめっちゃ聞き分けいいんだけど、うん、あ、マジで嬉しいんだけど。焼肉食べる。今日はうちおごるよ。俺ミリさん食べたい。ミリさんに食べられたい。その胸で挟まれて、いえ、焼肉はいいんです。それよりも時輪の情報をもっとください。なんで不登校なのかとか、時輪の好みそうな話題とか。あ、不登校の理由は聞けてないんだよね。クラスが肌に合わなくてって言われたけど、一日しかいないのに会うも会わないもないじゃん。それはそうだな。確かにその場しのぎの言い訳に聞こえる。引っ越してきたばかりで土地の空気が肌に合わなかったというわけでもないだろう。あとは、たこ焼き好きそうだった。おお。家訪ねた時お土産に持って行ったらめっちゃ美味しそうに食べてた。なんでたこ焼き持っていく、その行こうとしたんだ。はあ、たこ焼きですか。そんな情報をもらってもな。でもまあ、話題に困ったらたこ焼きの話題でも振ってみよう。しかしこの勧誘は生徒会の人間として初の正式な仕事になるんだろうな。妹のためとはいえ、この俺が生徒会長か。最悪だな。控えめに言っても最悪だな。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ちょ、1時間ぐらいやってきたんですけれども、深夜にちょっと長めに撮って、多分深夜に1時間の動画上がってるんで、覚悟してください皆さん。ということで、ヘアサロンいないということで。いないんかい。そんじゃ次回こっから、バイバイ。